冬本番を迎えましてね、非常に寒くなっております。皆さん、風邪などね、お召しにならないようにということで、コロナもね、流行ってますけど、まあ、寒かったらとりあえず風邪ひきますもんね。十分あったかくしてね、お過ごしくださいませ。で、今日は、このカメラとレンズね、これ以前ね、紹介したキャノン7に以前紹介して、ゾルキーか。ゾルキーについてたレンズね、ジュピター8、これを装着して撮りました。案外似合ってるぞ。案外似合ってますね。まあ、そんなわけで、まあ、詳しいことはね、動画の中で説明していこうと思います。それでは、動画スタート。はい、今回はね、このキヤノン7、正式にはキヤノン7型っていうらしいんですけどね、に、ロシアレンズっていうかソ連のレンズですよね、ジュピター8を装着してね、コダックゴールド200っていうね、カラーネガフィルムでね、撮影してきました。以前ね、その紹介した時はね、インダスター50っていうね、レンズをね、このカメラに装着して写真撮ったんですけど、まあ、それもロシアレンズなんですけどもね、で、モノクロで撮ってきたんですけども、それで、このレンズは、ゾルキー 3S に、装着して、やはりモノクロで撮ってきたということで。で、このジュピター8がね、非常に良い写りということでね、カラーでも試してみたくなったんですけど、ゾルキーのね、使い勝手が非常に良くないのとね、シャッター速度の精度がもうめちゃくちゃになってる。まあ、オーバーホールすればね、治るんでしょうけどね。まあ、そういうわけで、とりあえずね、比較的ね、まともな状態であるこのキャノン7に、このジュピター8を装着してカラーフィルムでね、写真を撮ってきたわけですね。で、まあ、このキャノン7の方はね、1961年が発売ということで、当時の価格が 50mm の F1.4 付きで、47,500円、 50mmF0.95 付きで86,000円というカメラになってます。キャノンのね、レンジファインダーの、まあ、高級機の一番最後の機種になってきますね。まあ、一番最後は、キャノン 7S っていうことになるんですけど、 7S は CDS 速攻素子で、速攻するカメラなんですけども、これはね、セレンコ電池、で速攻するんですけどね。まあ、どの道ね、これセレンコちゃんと生きて動いてるんですけど、基本的に露出系は使わないんでね、もう使うったってこれもう見えないんですよ。字がちっちゃくてね、もう老眼なんでね。だから結局ね、全部山間露出で今回撮ってきました。で、つけているこのジュピター8なんですけどね。よいしょ。これ、ライカ、L マウント、L39 マウントということで、まあ、スクリューマウント、ねじ込み式なんですけども、これね、このレンズ。まあ、これはね、ジュピター8としては最初期型になります。一番最初はね、このね、指掛けがついてる。これがなくなったら次の型。で、1950年代ぐらいから売られてたレンズみたいなんですけども、1970年代になりますと、これ色が黒になるみたいですね。で、まあ、レンズの構成がね、これね、カールツアイスのね、ゾナーのコピーレンズになるようですね。3分6枚だったのかな？3分6枚だったと思うんですけども、ゾナーコピーということでね、非常に秀逸な写りをしますね。やっぱ3分6枚、ゾナータイプってことになってますけど、これ実際にね、そのコンタックスの、技術者をソ連にね、連れて帰って、まあ、占領したんでね、ソ連は戦後ドイツを占領したんで、連れて帰って作らせたみたいなレンズになりますね。で、もともとはね、そのコンタックスマウント、まあ、キエフマウントもそうですけど、レンズだったものを、これはライカマウントに作り変えてあるみたいです。で、このレンズをね、もし購入したいっていう方がいたらね、ライカマウントとね、コンタックスマウント2種類ありますんで、そこは注意が必要です。
コンタクスマウントの方は結構捨てね、マウントね、その、が人気がないマウントっていうか、もうカメラがね、壊れやすくてどんどん消えていってて、レンズだけ残ってるような感じなんでね、レンズが安くなっていますし、で、ミラーレスカメラに、その乗っけ替えるマウントアダプターもなんかあんまりいいのがないみたいで、人気がないみたいですね。で、このライカマウントの方は比較的高価になります。釣りがね、その、前回ね、紹介した、なんだっけ、ゾルキに装着して撮った写真で、まあ、モノクロですけど、まあ、素晴らしい解像度、ボケ味もなかなか綺麗ということでね、これはもうぜひカラーで撮ってみようということになったわけですよ。戦前の設計なんですけども、しっかりね、もう色見りゃわかるんですけどね、その、コーティングも乗っかってるんですよね。ちょっと紫色にね、変色。見えるかな？無理かな？コーティングが乗っかってるんですけどね。しっかりコーティングもしてあって。で、この僕が持ってる、ジュピター8は最初期型ということで、ソ連にドイツの技術者を連れてきて、一番最初作らせたということで、ドイツ人の手が入っている可能性が、まあ高いということで、ね、もうね、触った感じでもね、すごく、わかります。もうね、精度が出てる、全部の動きがね、何も引っかからずに滑らかに動くんですよね。これ1950年代のレンズですからね、最初期型なんでね。こんなに古いのにね、何も問題なく動いてて、カビも何にもないんですよ。これね、よくね、70年間ぐらいね、この状態でまあ生き残ってきてるなってすごいなって思いますね。これアルミ強度ですけど、アルマイトも綺麗な状態でね、非常に状態のいいレンズでした。で、まあ早速でもないんです。早速、作例をね、紹介していくんですけど、ちょっと今回ね、前回全然光線漏れしてなかったのに、光線漏れしてるんですよ。結構光線漏れしてて、ダメになった写真も何枚かありました。どこから漏れたのかちょっとわからないんですけどもね、これもう一遍リベンジしなきゃいけないなって話になってるんですけども、まあとりあえず、作例を紹介してまいります。はい、作例なんですけどもね、まあコダックゴールド200ということで、やや暖色系の写真になってきますけどね、まあご覧のようにね、まあクラシックレンズ、70年ぐらい前のレンズとは思えない非常にニュートラルな発色になっております。まあコダックの色もね、ちゃんと出てるっちゃ出てるんですけどね、この辺のね、これ夕日に照らされてるんですけど、まあすごく暖色系に触れてますよね。ただまあね、描写はね、素晴らしく秀逸でね、光がね、結構レンズに入ってもね、あんまり大崩れしない、んですよね。で、色も素晴らしくいい色が出てるのがこれわかると思います。でね、これまあ、歩きながら撮ったんですけど、これもね、明暗さが分かれるところでね、これなんかね、すごい赤い色がね、出たんですけどもね、明暗さが分かれてるところでもね、素晴らしいね、表現力を持ってます。これなんかもうレンズに直接光が入ってるんですけど、大崩れしてないですよね。解像度も抜群、コントラストもね、素晴らしく写りになっております。で、まぁ、レンズのね、開放 F 値もね、F2 ということで、ね、シャッタースピードが稼げる、カメラだったらね、背景ボケもしっかりつけます。これ最後はね、ちょっと大きく、光線漏れしちゃってますけどもね、この作例見ていただければわかりますけど、非常に現代的な色で写ります。リバーサルでもね、試してみたいですね。リバーサルで撮るにはちょっとね、このキャノン7、状態が良くない。シャッター速度がだいぶ遅い、全体的に遅いんですよね。まあゾルキーに比べたら全然マシなんですけども、シャッター速度1000分の1でね、800出てないんですね。まあオーバーホールしなきゃならないんですけど、まあお金もないですしね、これできればね、このキャノン7をオーバーホールしてリバーサル挑戦してみたいなっていう気にもなりますよね。これだけ、コダックゴールド200でいい色が出てるんでね、まあこのレンズね、ぶっちゃけた話ね、もう
カールツアイスのゾナーと言っても過言じゃないぐらいのものになると思います。まあ、そらゾナーを持ってきたことがないんでわからないんですけども、その、仮にそのゾナーを持ってきて比べてもそこまで大きな差はないと思うんですよね。で、値段はでもものすごい差になるんですよね。ゾナーを持ってくるとそれこそ安くても5万ぐらいはするだろうけどね。このレンズは今ちょっとヤフオクで見ましたけど、一番安いので6900円即決からあるんですね。で、まあ、だいたいね、1万円弱ぐらいでね、流通しているものが多いんですけど、まあ、そのぐらいのお金を出せば、ゾナーのコピーが買えちゃうと、それもね、ちゃんとドイツ人がね、関わって製造してるんでね、もう間違いないと思いますね。おすすめはね、やっぱりね、この指掛けがついてる、最初期型になりますね。で、まあ、新しいモデルでもね、レンズ構成は全く変わってませんけども、ちょっと触ったことがないんで、なんとも言えないんですけどもね、まあ、キエフとか、まあ、ドルキーもそうですし、まあ、そのソ連人だけで作ったものっていうのはちょっと微妙なような気もしますけど、まあ、レンズ構成は同じなんで、同じ映り味になるとは思いますね。で、値段の差はね、別に、変わんないっていうか、どっちかって言ったら黒強度の方が高いような印象を受けます。黒強度は新しい1970年代以降のものになるんですけども、まあ、僕はこの1950年代の最初期型、で撮りましたけど、全然満足いく絵が撮れました。これね、まあライカ L マウントのカメラを持ってこなきゃいけないというところで、かなり障害が引っかかる人が出てくると思いますね。カメラがね、高いんですね。今回ね、このキャノンセブン、僕が買ったキャノンセブンはジャンクでね、2900円ぐらいだったかな。で、たまたま買えたんですよ。もう異常に安いですよね。このキャノンセブンが3000円、まあ、送料込みで4000円ぐらいですけど、買えるのはね、本当に幸運以外の何物でもないんですけど、今ちょっと見ましたけど、キャノンセブンね、状態がいいものだったらやっぱ1万5000円前後は最低でもしてるみたいです。でね、ジャンク扱いでも7000円ぐらいなんですけど、もうね、これはちょっとダメだろっていうジャンク扱いが7000円ぐらいしてましたんでね。まあ、ちょっとね、僕が買った時よりはね、ちょっとカメラの値段上がってるような気もしますけどね。で、セレンコはね、多分死んでないものが多いと思います。キャノンってもともとね、セレンコ電池ね、あまり死なないんですよね。まあ、死んでることももちろんあるんですけども、結構ね、いいものを使ってあるということでね、このね、僕のキャノンセブンもね、ほぼね、なんていうんですか、適正露出ぐらいの、針を示します。なかなかね、精度が高いもの、セレンコ電池にしてはね、精度が高い、数値を出すようになってます。これね、1961年発売のカメラですから、これもね、もう60年ぐらい経ってるんですけど、よく動きますよね。大したもんだと思います。昔のカメラって頑丈ですよね。でね、もうキャノンセブンはね、そのキャノンセブン以前の紹介の動画でも言いましたけど、絶対ライカよりおすすめです。もうその理由はね、やっぱりね、そのシャッター膜が金属なんですね。これ金属膜なんですけど、一眼レフカメラと違って、そのレンジファインダーカメラはミラーがないので、レンズをつけてね、キャップをつけてない状態で、例えば置いとくと、日光が入ったらね、布膜だったらシャッター燃えてしまうんですよ。で、このキャノンセブン、まあキャノンセブンもキャノン 4SB とかもそうですけどね、金属膜でできて、キャノンのレンジファインダーカメラの比較的後期のものはね、金属膜でできてて、シャッター膜焼けの心配がないんですね。僕がね、以前紹介した、ゾルキー 3S もね、シャッター膜焼けしてて、マスクのね、不織布で、自分で修理したんですけどもね、これはね、金属膜で安心できるということで、キャノンのレンジファインダーカメラ、非常におすすめになります。ちょっと値段が上がってきてるのがね、気になるところなんですけどもね、まあそれはね、見た目はライカがいいに決まってますし、操作感もね、非常にライカがいいと思いますが、ファインダーの作りもね、これ全然負けてないと思います。その辺はね、一応ね、
リンクつけておきますので、僕の以前のね、キャノン7の紹介の動画をご覧いただければと思います。あと、ジプター8のモノクロの写りの方もね、一応ね、説明欄の方にリンク貼っておきますのでね、見たい方はどうぞそちらの方もね、見ていただければと思いますね。はい、今日のね、カメラレンズ紹介になるのかな、写り紹介ですか、はこの辺になります。ここから先は視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今回もちょっとレベルが高すぎてね、困ってるんで、レベルが高すぎて困るっちゅうも変な話なんですけどね。とりあえず、サムライジャパンさんからね、2枚、初めて組写真にしましたってことですね。タイトルは水紅葉ですってことで、2枚、ペンタックス K01、SMC タクマ 50mmF1.4 を使用しておりますね。写真なんですけどもね、光はないじゃないんですけど、まあ素晴らしい写真ですね。見てもらえばわかると思うんですけど、特にね、このモミジが黄色と赤っていうのはね、なかなかね、いい感じで、2枚目なんかもう濃いまで泳いじゃってんで、もうこれやばいですよね。まあ光がないのがほんのちょっと残念ではありますけど、これ素晴らしい写真になってますね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次がね、有坂さんですね。初投稿になりますね。まだ写真を本格的に始めて半年も経たない高校生ですが、マニュアル機で撮影した2回目の現像が返ってきたので応募させていただきますということで、カメラニコン F2、レンズオート S ニッコル 50mmF1.4、コダックカラープレスでカラープラスで撮った写真ですということで、1枚目がね、緑の絨毯、2枚目が紅葉とかやぶきかな、これ、になりますね。で、写真なんですけどね、これ高校生の写真ですよ。これやばくないですか。被写界深度をね、うまく活かしてね、色彩も素晴らしい、写真になってますね。で、2枚目もね、これね、紅葉とかやぶきということでね、もうね、絵心を心得てる写真ですよね。その紅葉だけじゃなくて、ちゃんと絡めてるんでね。これは素晴らしい写真に、まあ、有坂さん、高校生か本当に。ありがとうございます。で、次は、夢旅人さんの作品で2枚。1枚目がね、天引き観音っていうものかな。で、2枚目がね、階段ということですけど、カメラがね、ジャンクコーナーから救済したカメラ、コニカ C3 号で撮影、ということですね。で、写真なんですけど、これ1枚目がちょっとね、印象的な色で写ってますよね。ちょっと全体的にちょっと、まあ、光はしっかりあるんですけど、その周りの緑に引っ張られるような感じで、緑に被ってるように僕には見えます。で、階段の方なんですけども、これ、階段を下から撮ってるんですね。僕一瞬上から撮ってるかと思って落っこちそうだと思ったんですけど、これ下から撮ってるんですね。で、縦構図になってますけど、ちょっと解像感が鈍いのは気のせいかな。スキャンの環境がどうだったのかなっていう感じですね。ちょっと解像感、2枚とも解像感が鈍い感じがしますね。はい、夢旅人さんありがとうございます。次がね、鶴尾さんですね。鶴尾ですね。尾さんですね。組写真ということですね。過去の栄光は静かに眠るということで、3枚組。カメラはね、ニコン D5600。レンズは1枚目がニューマイクロニッコール 55mmF3.5。2枚目と3枚目が AF ニッコール 35105、F3.5 から4.5ということになってますね。で、写真なんですけどもね、これデジタル写真らしいね、超高解像の、高解像の写真になってますね。まあ、D5600 ですか。ということで、まあ、APS-C 機にはなるんですけども、これ素晴らしい描写になってますね。やや
ややハイコントラストモノクロに感じになってますけど、やはりね、その拡大してみるとね、あの明らかに流暢感がないんで、あ、デジタル写真なんだなっていうのがわかりますけど、これはね、これでいい味出してますね。でね、なんかネットで見つけたピクチャーコントロールっていうのをね、カメラに入れて撮ってみましたってことでね、あのキヤノンでいうとこのピクチャースタイルですね。これどうやってなんかカメラにインストールするんだろうか。ちょっとニコンのねカメラ、デジタルカメラはね、あの D100 しか持ってないんではっきりわかんないんですけどね、写りはねこれ素晴らしいと思います。もうモノクロで撮る、には最高の被写体ですね。はい、鶴尾さんありがとうございます。でこれ最後はケイジロウさんから1枚ですね。タイトルがね、暗がりで見つけた黄色い花ってことで、カメラニコン F、レンズが AI ズームニッコール 4386F3.5 フィルムがコダックエクタ100ってことですね。夕方山中を歩いてる時に見つけた黄色い花に目が引かれて撮りましたってことで、で作品なんですけど、これがまた素晴らしいですね。まあ、黄色い花、まあ、黄色い花ももちろんいいんですけどね、周りのね、これ、あの、青く光ってるのが素晴らしく印象的なんですね。これ、色転びして、交差で色転びしてるのかな、ものすごく印象的です。黄色と青とね、あの、暗部ということでね、これもね、なかなか印象的な写真になってます。これ、どうやって撮ったんだろう。なかなかの写真になってますね。ケイジロさんありがとうございます。で今回もねちょっとね、もうどれもこれもタイトル画面にしたいっていうね写真ばかりなんですけどもね、今回はねちょっとね、高校生で圧倒的な写真を撮ってきた有坂さんのこの1枚目、緑の絨毯にさせていただきますね。ニコンのねレンズの高解像度とね、背景ボケをね使った美しい撮り方、とても高校生とは思えません。高校生の部作んなきゃいけないなっていうことなんですけど、いい写りになってます。有坂さんね、この写真を次回はタイトル画面にしようと思います。他の人ごめんなさいね、もう全部ねやりたいぐらいなんですけどもね、レベルが高いんでね。でも今回はまあフィルム写真ってこともありますし、有坂さん高校生でね、ニコン F2、なかなかねあのゴージャスなカメラで撮られておりますね。はい、今日のね作品投稿のコーナーはここまで。次はね俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日はねポンポコさんからの俺のカメラですね。俺のカメラに初投稿します。先日ヤフオクでシャッター切れないジャンク品のコニカ3を落札、分解整備して使えるようにしました。痛みの少ないレザーケースもついてきたので非常に嬉しいです。現在フィルムを詰めて試写中です。この写真は自宅庭の紅葉が色づいてきたので季節感のある写真にしようと撮っていました。撮影機材は富士フィルム X10 ですってことですね。これねなかなかですね、光はね後ろにしかないんですけどもね、まああの富士フィルム X10 ってことで非常に解像感の高い写真になってますね。これジャンクということなんですけども、レンズも綺麗だし、レンズのね化粧板のね文字も非常に綺麗ですね。成功者 MXL、塗装落ちもないですね。僕もねこれコニカ3持ってるんですけどもね、早く使わなきゃいけないな。これ、和孝さんに提供してもらって、使おうと思って、他のカメラがじょんじょん入ってきてね、使えないでいるんですけどもね、この写真ね、次回からちょっとタイトル画面にしようと思います。結構ね、長い間、ハチさんのね、写真がタイトル画面になってましたけど、ポンポコさんのこの写真、次回から、俺のカメラのコーナーの、タイトル画面にさせていただきます。はい、投稿ありがとうございます。今日の動画はこんな感じになります。非常にね強い寒波が入ってきておりましてね、今もちょっと寒いんですけどもね、エンジンの音が入ってしまうんでエンジン切って撮影してもだんだん足元がね冷えてきてるんですけどね、皆様ね風邪などね召されないように本当に気をつけてくださいね。でねまあコロナウイルスもねものすごい猛威を振るっておりますので、とうとうね GoTo キャンペーンが一時中断になって、ちょ
ちょっと遅いような気もしますけど、まあ、とりあえず中断になったということでね、まあ、とりあえず、まあ、安心かなということで、僕もね、すごいね、パーキングのトイレとかも混雑してて、ちょっと怖いなっていう状況になってたんで、とりあえずはちょっとほっとしてます。絶対に感染できない仕事をしてるんでね、感染したらもうね、クビになっちゃうっていうぐらいのね、レベルの仕事をしているのでね、硬い仕事をしてるんでね。でね、次回なんですけども、次回はね、ちょっと今、こう手元にないんですけど、レンジファインダーカメラのね、キャノンのね、またキャノンになりますけど、キャノネット QL17G3 で、ちょっとね、遊びでモノクロ写真撮ってきました。で、それと同時にね、そのレンジファインダーカメラの魅力みたいなこともね、ちょっとお話ししていこうかなと思ってます。まあ、今回もレンジファインダーカメラ、キャノンのレンジファインダー、次回もキャノンのレンジファインダーカメラにはなるんですけど、レンジファインダーカメラね、挑戦したことないっていう人がね、多分大半だと思うんですよ。で、実際に使ってみたら非常に楽しいですし、案外いい写真も撮れるんですね。普及機でもね、いい写りするカメラが非常に多いのでね、おすすめになってきますんでね。次回はその、キャノネット QL17G3 で撮った写真を、作例に交えつつ、レンジファインダーカメラの、魅力を語っていこうかなと思っています。はい、今日の動画はここまで、最後まで見ていただきありがとうございます。高評価、コメント、ぜひぜひね、お待ちしております。この高評価とコメントがたくさんある方がね、動画がどんどんシェアされていくようなので、ぜひぜひお願いします。コメント返しもね、全然追いついてませんけど、見落とさない限りはね、絶対コメント返していこうと思ってますんで、ぜひコメントもお願いします。高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんでね、ぜひ押してくださいね。で、チャンネル登録もね、だいたい140-150人、月140-150人のペースで、増えていっております。コンスタントに増えていっておりますが、まだまだね、増やそうと思ってますので、チャンネル登録お願いします。はい、それでは次の動画ね、ちょっと、繁忙期でね、次の仕事ちょっとやばい仕事当たってるんで、今週アップできるかどうかわかりませんが、頑張って作っていこうと思いますので、またしばらくお待ちくださいませ。はい、それでは今日の動画はここまで。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。